僕だけがいない街は、三部系による日本の漫画作品。タイムリープ能力を持つ主人公が過去に行って自分と周囲の人々を襲う悲劇を回避するサスペンス漫画である。単行本は、本編は、全8巻。ヤングベースにて、2012年7月号から2016年4月号まで連載された。この漫画がすごい。2014男編、第15位。 漫画大賞2014第2位。作者は、作中のひなきが明るいガラスの前に立っているところは、うるせえ奴らにビューティフルドリーマーの水族館で、ガラスの前にラムがいるイメージとインタビューで話している。原作とは別視点で描かれた、ノベライズ小説、僕だけがいない街アナザーレコードが、電子書籍雑誌、文芸。 角川にて2015年11月号から2016年2月号まで連載されたほか、2016年1月から同年3月までテレビアニメが放送された。また、同年3月に実写映画が公開された。実写映画化は単行本第2巻の発売前に決定している。本編の連載終了後、本連載と同じく、 ヤングエースにて2016年7月号から12月号までメインキャラクターに焦点を当てた短編集である外伝僕だけがいない街理が連載された。連載文は理のタイトルは使用せずそのままコミックス第9巻として発売された。原作は2017年10月フランスの SF 専門出版社アクチ・ソフが選ぶ歴史改編 SF 大賞にて グラフィック賞に選出された。これは日本の漫画としては初となる。2017年12月にネットフリックスにより連続ドラマ化された。2017年2月時点で累計発行部数は429万部を突破している。僕だけがいないマチアナザーレコードのタイトルで電子書籍雑誌。 文芸ドカは2015年11月号から2016年3月号まで連載された。著者は一はじめ。表層画と扉イラストは原作者の三部系が担当している。犯人側の出記と最終回後の弁護士を務める剣屋の視点と二つの原作とは別視点の物語が描かれる。連載時には犯人側の出記のみが掲載され、それ以外は 単行本で可出された。単行本は2016年3月30日に角川書店からソフトカバー想定で発売された。ISBN 978から4から04から103,383から8。2018年には文庫化され、角川文庫レーベルより2018年8月24日に発売されており、1はじめと原作者の3部。 ケイトの対談が単行本より新たに収録されている。ISBN 978から4から04から107,224から0。2016年1月8日より3月25日までフジテレビのたみな枠他にて放送された。第10話までは比較的原作に沿っていたが、この時点ではまだ原作が完結していなかったため、第11話の途中からは、 原作とはやや違うオリジナルストーリーとなっている。ただし原作サイドから終わり方は伝えられており、おおよその結末は同じ。D アニメストアプレゼンツ、僕だけがいない街、土屋太夫、伊藤智彦監督スペシャルウェブラジオ、は、2016年1月14日から3月24日まで、D アニメストアにて配信された番組、各週木曜日正午更新、パーソナリティは、 土屋太夫、伊藤智彦。2016年3月19日公開。前半は比較的原作に沿った流れだが、差しの問題や撮影当時まだ原作が完結していないこともあり、途中から大きく異なった展開へと変わっていく。特に最後は、制作人の悲劇でもいいんじゃないかという考えにより、ハッピーエンドであった原作、アニメとは全く違う結末を迎える。 一方、監督のヒューガワの悲劇でも単なる絶望では終わらず、ラストで希望を描いてほしいというリクエストにより、映画独自のエンディングが出来上がった。ネットフリックスにて連続ドラマ化され、2017年12月15日より、世界190カ国に配信された。全12回。原作の映像化は、アニメ、映画に続いて3度目。ネットフリックスは下山店監督に、 連続ドラマとして取り組むのではなくて一本の映画として演出をしてほしいと要望し、脚本は撮影前に全話文が完成され、撮影は 4K カメラ、サウンドは 5.1CH で作られた。下山監督は制作にあたり原作の完全な映像化を掲げ、北海道のシーンは家の中からバスのシーンもすべて苫小牧市で行われた。教室のシーンは 白井町の白井小学校休校舎で行われた。北海道でのクランクインには、ネットフリックス米本社のスタッフも立ち会った。2016年のアニメ化、映画化の際は、原作が未完であったこともあり、それぞれ違った結末が描かれたが、原作完結後初めての映像化となったこの連続ドラマでは、ストーリー及び結末ともに原作に忠実に描かれている。 2021年1月8日から3月26日まで関西テレビの金曜0時25分 -055 にて放送された。ありがとうございます。